四道寺、流刀寺は、山形県阿久組湯座町わらび岡にある、新温州地山派の寺院である。かつてのわらび岡は、町海山の主源道の最大の拠点で、四道寺は三十三坊からなる主源の人山寺院、首都頂点に立つ、格闘寺であった。明治の神仏分離後もまた飾りせずに、仏教寺院として泊まって、現在に至る。四道寺は、湯座町の東南端。 国道345号から少し入った鳥見山6に位置する。上海山の山陸には、わらび丘、吹浦、矢島、小滝など多くの主弦の根拠地があったが、わらび丘の主弦、首都はその中でも最も大きな勢力を持ち、上寺と通称される球場に居住して、打衆とも呼ばれた。近世では、わらび丘三十三坊と称して人山組織を、 形成して、勢力を誇ったが、その学等寺が、四道寺である。次元では、大道二年、八百七年に、自称商人が回帰したというが、資料は残っておらず伝承に留まる。羽黒山年代記には、上岸二年かのえ立つ、悪味学に洗脳流沖着なともいう青赤鬼従務。同年六月、自覚大事、通り、彼に寄を、風刺給付。 この山全竜の形なり、のり四道に権限道を建つ。鳥の海という葉、のり権限のみたらしい池なり。なお手山後派町会山、寺後輩四道寺とコースとあり、上岸二年、八百六十年、自覚大志縁人が、青鬼赤鬼を退治し、竜の形に似た、この山の頭にあたる部分に、権限道を建てて、事業を四道寺としたと伝え、縁人の自責とその回帰を説く。 正確に読めば、この記述による四道寺は、山頂部の蛇の口付近に建てたという伝承になるため、わらび丘の学童寺となった四道寺とは異なることになり、また史実であるかも確認できない。ただし、園人の会計を解くので、わらび丘よりも古いとされる、天台系の杉沢の傍中が伝えた伝承の可能性はある。かつては、 鳥見山山頂の権現堂の鍵を管轄したのは、杉沢の別当棒であり、わらびおをしのぐ勢力を持っていたと推定される。筆、農用を治む、筆の余りによれば、本尊の十一面観音は、杉沢熊の権現の本事という。杉沢は、わらびおに先行する勢力であったが、杉沢の二棒は、近世諸島には、わらびお三十三棒に組み込まれていた。 わらびおの亡命の記録上の書室は、慶長16年、1611年の鳥見山御神領県知町で33房の名称と持ち分が記録され、組織が整っていた。また、慶長17年、1612年付の最上、義光によるわらびおへの長海三人寄信状が残っており、政治権力とも深く絡んでいた。 中世資料は失われているので、この時期の主言としての活動は不明であるが、近世初期には、吹浦と同様に、羽黒主言との関係を維持していた。その関係を示すものとして、明暦元年、1655年吹浦との、総論に際して、わらび岡観音寺から吹浦神宮寺へ出した、取り替え手形のことに、我らごと、元より新言集にて、ご座行。されとも4年以前、 本寺ハグロベットを指図に、で、上野、甲殿、日光さんのことで一万部教を読んだとの記述があり、元はハグロ派で、ハグロ一山の天台宗記入後も新言集に、泊まっていたことが判明する。また、当時の寺名は、四道寺ではなく、観音寺であった。寛永七年、前六百三十年の、吉出組大組頭、佐々木総志郎村村改め書には、 新言州わらびおか町会派小役加盟学院と記されており、さらに、わらびおかの松竹山観音寺と、猿総老手、古来より、新言州にて、のり本尊は十一面観音に力だにて、例年三月十八日宝中執行の正しし正今至りまで、近来、もちろん豪にも、松竹山と、古板にて、三井までし猿公。 さところに近年、長海山四道寺と、名乗り、とある子から、寺名が、松竹山観音寺から、四道寺に変わったことがわかる。また、出和国風土略記城寺観音の城にも、一山の公を松竹寺という。三十三坊を言う。城主を観音寺という。陰公を、光岩院と称す、中略明暦元年以後、松竹山観音寺を、 鳥見山流湯寺と解消す。新言新義にしてとあり、明暦元年、1655以後に改名したこと、新義新言衆の寺院であったことが記されている。上京元年、1684年に、江戸の醍醐未保陰明大の品川寺中世院と取り交わした文書に、では国庁宮山流湯寺、純不修行方式、女王遠山の法流霊相続課金のもの、 三保院五門関五下次会、神物なりとあり、四道寺、清掃は、三保院の廃下にあって、巨人過剰を直接に受け、自家末の登山八主言として、準部修行をしていた。また、今日は二年、千八百二年に、登山八主言の総計算頭であった江戸法覚寺が、自社奉行に出した、五条目には、鳥見山準部選達のわらび岡隆東寺と、逆武大選達の矢島元広寺は、 一山の中で昇進でき、見本院が出す部人情とは別に独自の部人情も出せるとあり、わらび岡は在地での懲戒主言として大きな勢力を誇っていた。天和三年1683年に堺藩が国目府に差し出した長所堺愛沖に領分中として鳥見山ポー山伏十九人とあり、その内訳はわらび岡村松竹山州と、 三十二人、吹浦村良所さん、衆と十五人、新三村新高さん、衆と八人、下東村県立山衆と四人と記され、わらび岡の学頭寺の三号が、松竹山であったので、松竹山衆と言われて、数が三十二。ただし学寺を含まずであったことがわかる。このわらび岡三十三号は、ひ山組織を、なし厳格な置き手をもって統括されていたが、 その状況は、教法年、千七百二十五年の、一山沖手書で知ることができる。三十三房には、学等房の四道寺らと杉沢の二房、別等房と宝全房が含まれていた。杉沢は、熊野権限を祭り、峰入りの体内修行で二の宿となって四月十八日に、人を行い重要な役割を担ってきた。現在では、熊野神社、旧熊野堂に、 鎌倉期の男心臓と南北長期の総計新繁華像が残る。盆の期間の8月6日に仕組み15日に本枚20日に神送りとして日山万学を演じるなどかつての面影を伝える。わらびお菓子とは鳥海山に関しては山頂で大物意味神を祀る鳥見山権限堂を独占的に運営し圧倒的な力を維持してきた。 吹浦や矢島との総論は大きな問題となったが、わらびおに有利な解決が導かれている。わらびおは慶応四年1868年の神仏判前令、明治初期の神仏分離に関わる政令、明治五年1872年の主言道廃止令を受け、明治二十五年1892年から、 神義神言宗地山派となった四道寺を除いて、宗は神道に改修して、現在に至っている。しかし、神道家に関しては吹き浦に遅れを取り、騒動と朝廷の後に、共に、長海山大物弓神社の、口の宮になったが、交通路の変化もあって衰退した。現在でも、び岡口の宮には高層な拝殿が残り、王子の修験の面影を止める。 神仏分離以前は、神社ではなく、十一面観音と役師が祀られ、王道、観音堂、上寺観音、本寺堂、一の王子、一の宿などと呼ばれていた。十一面観音は一の王子の本寺仏で、尊蔵は神社に隣接する四道寺に安置されている。胸札によれば四道寺の本堂は、天保十二年、1841年再建である。平成六年、 1994年現在、17、坊が残って、相互を、坊中として、旧坊の名称で呼び合い、集落の佇まいや各家の間取りには、かつての宿坊の様相を色濃く留めて、王子の様相が伺える。毎年5月3日に行われる、大御手倉祭りでは、王道前での御手倉立てや、青少年の武学の奉納があるが、かつての懲戒主言の峰入り修行の名残である。 これらは、わらびオカえんという名称で、国の重要無形民族文化財に指定されているが、地元では、延年という名称は使わない。長町海山の山徳には水に関する地名や伝承が多く残り、特に竜が多く、豊富な伏流水が竜に例えられている。山頂から、庄内側を見下ろすと、山全体が竜のわだかまる形をなし、 その頭に当たるわらび岡山麓の上寺に四道寺を建てたという伝承があるのは前述の通りである。第二本では悪味軍庄内取宮巻並び木では、鳥海山を東西有我ガの勢い南北類つくばい虎の形と記して、竜子に見立てている。秋田県川東廃口の小滝に伝わる、鳥海山大権現演技によれば、勝負の四道八郎が鳥海山を解散し、 四道寺の別当になって、祭祀を始めたとされ、その学頭寺は、辰山寺であった。また、別の東廃口の滝沢の学頭寺は、流道寺である。山上の鳥海湖の湖底には、竜がおり、湖の西側の2本の砂の帯は、竜が歩いた後だという。山腹にある河原宿の近くの竜家地も、竜の住まいとされる。鳥海山をめぐる豊富な竜の伝承は、 豊かな流水に由来するのであろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。